レイ・ミゼラブル、ビクトル・ユーゴー。前回の続きからです。その切り取られた断面の両方の角から出ると、ポロン荘街の方では49番地という表札のある一軒の人家まで壁が続いており、ドロアミュール街の方では壁はずっと短くて、前に行った薄暗い長屋のところまで行っていて、その切り妻を切り取り、そうして街路にまた新たな引っ込んだ角をこしらえていた。その切り妻は陰気なありざまをしていて、ただ一つの窓、なおよく言えばトタン板を乗せた2枚の雨戸切りついていないで、それも常に閉められていた。我々がここに描いているこの場所のありさまは、厳密に正確であって、この一角に昔住んだことのある者の頭には必ずやごくはっきりした記憶を呼び起こすであろう。壁の切り取られた断面は、その全部が一種の大きなみすぼらしい本みたいになっていた。それは縦に多くの板を寄せ集めた不格好なもので、上の方の板は下の方のものより広く、みんな横に打ち付けた長い鉄のタガで留めてやった。その横の方に普通の大きさの正門があって、こしらえられてから明らかに50年とは経っていないらしかった。一本の菩提樹の木がその切り取られた壁の断面の上から枝を広げており、またポロン荘街の方では壁の上にツタがいっぱい絡みついていた。差し迫った危険のうちにあることを感じたジャンバルちゃんは、その薄暗い長屋がなんとなく人気なくひっそりしているのに心惹かれた。彼は急にその長屋を見回した。もしその中に入ることができたら、多分助かるだろうと思った。彼はまずそういう考えと希望とを得た。ドロワミュール街に面するその建物の正面の中ほどには、鉛の古いロート型の鉢がどの階の窓にもついていた。そして中央の間から分かれて、その鉢の角へ通じているいろいろな間の枝が、建物の正面に木の枝のように浮き出ていた。そのたくさんの節を持った間の枝は、昔の農家の正面によじれ絡んでいる刈り込まれた古いブドウのツタを真似たものであった。ブリキや鉄などの枝のついたそのおかしな壁かちが最初にジャンバルちゃんの目に留まった。彼はコゼットを車よけに背を持たして座らせ、黙っているように命じて、それから管が地面についているところへ走っていった。多分そこから登って、家の中に入り込む方法があるだろうと思ったのである。しかし管は古くなっていて役に立たず、ほとんど壁から離れてグラグラになっていった。その上、静まり返った建物の窓はどれも皆、屋根裏の窓でさえ大きな鉄の格子がはまっていた。それからまた月の光はその正面にいっぱい差していって、そこを乗り越えようとすれば街路の端で見張りをしている男に見つかる恐れがあった。それからまたコゼットをどうすればいいか、4階の高さの家までどうして彼女を引き上げられよう。彼は管についてよじ登る考えをやめて、ボロン荘街の方へ戻るために壁に身を寄せて張ってきた。コゼットを残しておいた壁の断面のところまで来た時、そこは誰からも見られないことに彼は気づいた。前に説明した通り、そこはどちらから見ても見えないようになっていた。その上そこは影になっていた。そしてそこに2つの門があった。あるいはそれを押し開けられるかもしれなかった。壁の上から菩提樹の木とツタとが見えているところを見ると、中は明らかに庭になっているらしかった。
樹木にはまだ葉は出ていなかったが、少なくともそこに身を隠して夜が明けるまで潜んでいることができるかもしれなかった。時は過ぎ去ってゆく。早くしなければならなかった。彼は大門に触ってみた。そしてすぐにその戸は内外両方から締め切ってあることを知った。彼はなお多くの希望を抱いて、もう一つの大きな門に近づいていった。それは恐ろしく追い朽ちていて、大きいので一層弱そうで、板は腐っており、三つしかない鉄の田川は錆び切っていた。その錆び朽ちた戸を押し破ることはできそうに思えた。ところがよく見ると、それは実は門ではなかった。肘金も蝶つがいも錠前も真ん中の合わせ目もなかった。鉄の田川は一方から他方へ続けざまに打ちつけてあった。板の裂け目から彼はいい加減にセメントで固めた添石や切り石を覗き見ることができた。今から10年前まではなおそこを通る者はそれらのものを見ることができたのである。その戸みたいなものはただ壁の上につけられた木の覆いに過ぎないことを、彼は狼狽しながらも自ら認めざるを得なかった。板を引き剥がすことは何でもなかったが、その先にはさらに壁があるのだった。5、ガス灯にては不可能のこと。その時調子を取った重い響きが向こうに聞こえてきた。ジャンバルジャンはその街路の隅から少し覗き出してみた。7、8人の兵士が列をなしてボロン草街に現れてきたところだった。銃剣の光るのが見えた。それが彼の方へやってきつつあった。その兵士らはジャベルの高い姿を先に立てて徐々に注意して進んできた。しばしば立ち止まった。明らかに彼らは壁の隅や戸や路地の入り口などを調べつつやってくるのだった。それはジャベルが道で出会って助力を求めた巡羅の兵士らであったろう。その推測は間違いなかった。ジャベルの手下の二人がその列のうちに加わっていた。彼らの歩調と時々立ち止まる時間等を測ってみると、ジャンバルジャンがいるところまでやってくるには15分ばかりはかかりそうだった。それは実に恐ろしい時間であった。三度口を開いた恐ろしい見解からジャンバルジャンはわずか十数分を隔てているのみだった。そして今度の時計上は単なる時計上のみではなく、コゼットをも永久に失うことであった。すなわち墳墓の中におけるような生活をしなければならなくなるのであった。もはや逃げ道はただ一つきりしかなかった。ジャンバルジャンはいわば二つの袋を持っているともいえる特筆を備えていた。一つの袋には聖者の袋が入っており、もう一つの袋には修道の恐るべき才能が入っていた。彼は場合に応じていずれかの袋を探るのであった。いろいろの技能があったうちでも、特に通論と形状をしばしば脱走した経験から彼は読者の記憶する通り、盗犯の妙技に長じていた。はしごもなく、かすがいもなく、ただ筋力だけで首と肩と腰と膝とで身を支えて、石のわずかな突起につかまって、壁のまっすぐな角を場合によっては7階くらいの高さまでもよじ登ることができた。20年ばかり前、パリのコンシェルジュエリー監獄の中庭の壁の隅をシューとパトモールが乗り越えて、その壁を有名になし恐ろしくなしたあの技能である。ジャンバルちゃんは菩提樹の枝が差し出ている壁の高さを目分量で測った。約18尺ばかりの高さだった。その壁が
大きな長屋の建物の切り妻と出会っている角のところには、下の方に三角形の大きな追塀がついていた。おそらくその至って便利な引っ込んだ場所に、いわゆる通行人と称する用便人らを立たせないためのものであったらしい。そういうふうに壁の隅を塞いだものはパリにいくらもあった。その追塀は高さ五尺ばかりだった。その頂から壁の上までよじ登るべき場所は14尺に満たないほどだった。壁の上には平たい石があるのみで、何の覆いもついていなかった。ただ困るのはコゼットだった。コゼットの方は壁を乗り越すことができなかった。では彼女を伏せてしまうのか。ジャンバルジャンはそんなことは夢にも考えなかった。と言って、連れて登ることは不可能だった。その異常な同伴をやるには自分一人で全力を尽くさなければならなかった。少しの荷があっても重力の中心を失って下に落ちるに決まっていた。そこで一筋の縄が必要になってきた。ジャンバルジャンはそれを持っていなかった。ボロンソー街のその真夜中にどこに縄が得られよう。もしその時にジャンバルジャンが一王国を有していたとしたら、確かに彼はそれをも一条の縄のために惜しみはしなかったろう。あらゆる気球な場合にはそのひらめきがあるもので、あるいは人を盲目にし、あるいは人の目を開かせる。ジャンバルジャンの絶望した目はふとジャンロー袋町の街灯の柱に落ちた。その当時パリの街路にはまだガス灯がなかった。夜になるとそこここに建てられている反射灯をつけるのであったが、それは町の一方から他方へ引っ張られて柱にはめられている一本の綱で上げられたり下ろされたりするのであった。その綱が巻かれる軸はランプの下の小さな鉄の箱の中にはめ込んであって、箱の鍵は天灯符が持っており、また綱の方はある高さまで金属を着せて守ってあった。ジャンバルジャンは命がけの勢いで街路をひととびに飛び越し、袋町に入り、ナイフの先で小さな箱の缶抜きを外し、そしてすぐにコゼットのところへ戻ってきた。彼は一筋の綱を手にしていた。あらゆる手段を見出すそれらの陰惨な人々は、運命と争う折、急速に仕事をやってのけるものである。前に説明した通り、その夜街灯は灯されていなかった。ジャンロー袋町のランプも、元より他のと同じく消えていた。で、そのそばを通っても、ランプが普通のところについていないことに、目を留めるものはなかったろう。そのうちにも、その時と場所と暗闇と、ジャンバルちゃんが夢中になっていることと、その異様な態度や、あちらこちら飛び回っていることなどは、次第にコゼットを不安ならしめていった。他の子供だったら、もうよほど前から大声に泣き出していたろう。が、コゼットはただジャンバルちゃんのフロックの裾につかまっていた。次第に近づいてくる巡裸の兵士らの足音は、ますますはっきり聞こえていた。お父さん。と、コゼットは低く言った。私怖い。向こうから来るのは誰なの？し、テナルディエの神さんだよ。と、不幸な男は答えた。コゼットは身を震わした。彼は付け加えた。黙っておいで。私のするままにしておいで。声を出したり泣いたりすると、テナルディエの神さんが待ち受けているよ。お前を取り戻しに来てるんだよ。それから別に急ぎもせず、しかしすべてを一度でやってのけるようにして、しっかりした簡単な正確さで、それも順羅とジャベルトが刻一刻に押し寄せつつある気球な折なので、一層驚くべきことではあったが、
彼は自分の襟飾りを外し、それをコゼットの両脇の下に、体を痛めないように注意して祝え、会員たちがツバメ結びと称する結び方で、その襟飾りを綱の一端に加え、綱の他の一端を口に加え、グチとグチ旅とを脱いで壁の向こうに投げ込み、水平の上に登り、そして壁と切り妻との角をよじ登り始めたが、あたかもかかとと肘とをはしごにかけているかと思われるほど確実自在なものだった。